お疲れ様です。競輪いつきチャンネル、いつきです。さあ、函館競輪サマーナイトフェスティバル決勝戦ということになっておりますのでね、決勝戦の方を楽しんでいきたいと思います。予想の方は前日出しておりますのでね、詳しい予想の方は、そちらの方を見ていただきたいんですけれども、私はまあ 1-2-1 もしくはね 1-2 着全通り3着 1-2 でいけんじゃないかというふうに考えております。で、まくりになった時っていうのはね、まさか2番の松浦選手が離れていくことがあれば、378こちらの方を、2着候補ということで、そして、穴はね、2番5番からの378ということをね、考えております。今オッズがね、どれぐらいついてるのか見に行きたいんですけれど、まずラインができるのは2つです。 1-2-5 1番の脇本選手に2番の松浦選手、5番の山田秀明選手が固めます。 4-9-6 4番の佐々木選手に9番の平原選手、6番の神山拓也選手というところですね。ここがラインができるところ。7-3-8 3番の新田、7番の松井幸雄、8番の山口選手にはラインができないということになっておりますので、ここお戦い方としては、まあ、4番の佐々木が逃げて1番の脇本選手が甘くるのか、それとも1番の脇本選手のかましがあるのかというところがね、最大のポイントでしょうね。ただし7番の松井幸雄選手の短期がまし、ここはねちょっと気をつけておいた方がいいかなと。あまりにもね4番が1番を牽制している間にね、一気にね7番が怒涛のかましを繰り出すなんていうことはね十分考えられると。そして今の1番人気は 1-2-3.7 倍、 2-1-6.1 倍ということで、やっぱりここが本戦安いですよねと、まあ致し方なしなのかなと。1番の脇本選手もしくは2番の松浦選手がね、まあ、3着になってくれるね、パターンじゃないと話にならないのかなと思っております。それでは脇本選手がじゃあまくりに回った時っていうのはね、私378でいけんじゃないかというふうに思ってますんで、ここ378だとどうなるんだということで、1番3番 11.5 倍、1番7番 20.4 倍、1番8番 15.2 倍、裏になりますと31.29.6 倍、71.64.2 倍、81.46.4 倍とね、やっぱり裏にならないと厳しいのかなというようなところですけれど、まあ、1から378で絞って勝負に行くのか、それとも1-2-2-1、3連単は全通り、そして1着1-2-2-1固定、2着全通り、3着1-2-2-1固定で行くのかというところでね、まあ、楽しんでいきたいと。あとは木本選手が逃げて松浦選手が頭になって、そして脇本選手が2着3着に残らなかった場合、5-3-7-8ということで、ね、考えてるんですけれども、ここだとまず2番5番突き抜けですね、25倍、5番2番ですとマンコロです。そして2番3番25倍、3番2番33倍、2番8番29倍、8番2番 39.8 倍と、まあ、そんなにびっくりするほどの値段にはなってないですね。はい、ここまで抑えるのか抑えないのかというね、ところがあります。まだね、はい、発送するまでには時間がありますので、もう少しね、どこに厚く球を張っていくのか考えて、そして、競輪決勝戦を楽しんでいきたいと思います。さあ、それではね、今からオッズの方私は考えに行くんですけれど、動画の流れとしては、このまま決勝戦を見に行くということになりますので、決勝戦どうなったのか見に行きましょう。スタートです。1番福井の脇本雄太、2番広島の松浦雄二、3番福島の新田雄大、4番群馬の佐々木勇気、5番佐賀の山田秀明、6番栃木の神山拓也、7番神奈川の松井幸雄、8番岐阜の山口健也、9番埼玉の平原康太。今号砲が鳴りました。第12レース S 級決勝戦のスタートです。
6番の神山拓也がまず出ました。その後3番の新田雄大、7番の松井光雄が続いています。そして上がっていくのは4番佐々木勇気、後ろは9番の平原浩太、関東勢が前から行くでしょうか。そして1番の脇本雄太です。8番の山口健也がいまして、2番は松浦雄二、1番後ろが5番の山田秀明。各選手がゆっくりとまずは1周目第4コーナーを回っていきます。この決勝戦ラインが2つできて、あと短期の選手が3人というメンバー構成のようです。まず前からは関東勢です。4番の佐々木勇気、ビッグレース実は初の決勝戦です。どういったレースになりますか。番手回りは実績上位9番の平原浩太、そして6番は神山拓也が3番手回っていきます。そして中段からは3番の新田雄大がおります。グランドスラマーの新田、今大会は6年前に一度優勝しております。そして7番は松井光雄です。生まれ故郷北海道でのビッグレース燃えています。松井光雄どういったレースをしていくか注目です。残りはあと3周、8番の山口健也も短期の競争です。また勝負強く短期で突っ込んでくるかどうか。岐阜の山口健也は道中6番手、じっと今様子を見ています。そして後ろから1番の脇本雄太、連日まくり圧勝、昨日バンクレコードを出してこの決勝へと進んできました福井の脇本。その番手を回っていくのが2番の松浦雄二。この大会サマーナイト3連覇へ、この決勝戦は脇本の番手を回ってチャンスを狙っていきます。松浦雄二。そして5番は山田秀明が今年も決勝に乗ってきています。残りあと2周回です。1番の脇本雄太後ろから、さあじわっと上がっていくでしょうか。2番松浦雄二のマーク、さあ前からは4番佐々木勇気もペースを上げて、ここは突っ張っていくでしょうか。今打賞サマーナイトの決勝戦、前から関東勢4番佐々木勇気突っ張って逃げていますが、1番の脇本雄太ももう来ています。最終ホーム、脇本が力でここは圧倒していくようです。4番佐々木も抵抗するんですが、前で切ってきました。1番の脇本雄太、後ろはしっかりと追走、2番の松浦雄二、3番手は7番の松井光雄回って、最終バック、後ろから3番新田雄大、新田も来ていますけども、3コーナー回ってくる。1番の脇本先頭、追って2番は松浦雄二、7番の松井光雄迫って直線コース、最後は抜きに行って2番の松浦雄二、3連覇ゴール。サマーナイト3連覇、広島松浦雄二優勝です。脇本が行って松浦雄二、神奈川の松井光雄もいい位置を回ってきたんですが、直線のシーンです。最後は追い込んで2番の脇本雄太、失礼、2番の松浦雄二先頭でのゴールとなりました。そして1番の脇本雄太が2着、7番松井光雄が3着、懸命に前を追ったんですが、前2人は人気の2人。はい、それではね、振り返りの方行きましょうということで、脇本選手前を取りませんでしたよね。関東勢が前受けをしていると。そして、3番の新田雄大選手、7番の松井光雄選手、まあ、8番の山口健也選手と、このあたりは短期勢ね、枠順で、そして最後方から、脇本ですね、選手がかけていくということで、あとはもうね、どのタイミングで脇本選手が行くかだけですよね。早めに行けば2番の松浦選手が抜くでしょうし、まくりになればね、1番脇本選手の優勝ということになってくると。4番もうね、これ前受けしたということは突っ張るか、それとも脇本選手が一人できた時には番手に入るかっていうね、まあその選択肢じゃないのかなと。3番の、ね、新田雄大選手、以下7番8番短期勢がどうするかなんですけれど、ジャン手前で一気に来ましたね。そして、佐々木選手も合わせて踏んでいきます。口がそこそこ開いてるんですけれどもね、こう脇本選手がトップスピードぐん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 ね、加速していくと、詰まってしまう。前までね、まあ、一気に行くと。さすがにね、平原選手もね、やっぱあんまり体調良くないんでしょうね。振ることもできませんでした。ここね、切り替えていくことがやっとと。新田雄大選手もまくりに行くんですけれども、脇本選手がね、
かけてしまえばと、サマンダに松井こういう選手が入ってたんでね、この3人の、ね、一騎打ちということだったんですけれど、2番のね、松浦選手が差し切って優勝と、まあ、1番のね、脇本選手も1周ちょいいてますからね、ジャン手前からのスパートだったんで、まあ、ジャンからホームにかけてのスパートだったら押し切っていたのかなと、ただしやはり1番は脇本選手逃げても強いですね、棒一本ということでね、後ろのまくりを、全てね、シャットアウトして、まあ、松浦選手もね、直線入ってきたからも松井光雄選手をちょっとね、牽制してましたんで、まあ、そのあたりでしっかりとね、1番の脇本選手も残せたんじゃないのかなということで、3連覇松浦選手おめでとうございます。そしてね、こういうね、見せるレースを1番の、ね、脇本選手、決勝戦だけじゃなくて、ね、準決勝なども、ね、でも、ね、見せていただいて、そして決勝戦で、ね、優勝する、まあ、脇本選手の、ね、姿が見たいなというふうに思います。さあ8月に入りますとね、またG1戦ということになってきますので、8月の、お盆あたりにある、ね、G1 戦を楽しみにしながら競輪ライフを満喫していきたいと思います。この動画少しでも良かったなと思ったらグッドボタンだけ押して退席よろしくお願いします。それではまた明日の競輪動画でお会いしましょう。さようなら。